い、皆さんこんにちは、太田ゆりです。さあ、今日の動画はね、何の動画を撮っていきますかと言いますと、皆さんはマリトッツォっていう食べ物知ってますか？なんかもともとはイタリアのお菓子らしいんですけど、割とこの1年くらいでかなりブームになってきたマリトッツォっていう食べ物があるんですけど、ケーキというかパンというかみたいな食べ物があるんですね。ちょっと今回はそのマリトッツォをジブリ女子風にアレンジしてみたいと思います。私といえばこちら、はい、トトロさんでございます。ちょっと今回はね、この間のトトロそばじゃないけど、マリトッツォとトトロを掛け合わせてトトロッツォ噛みそう、トトロッツォなるものをね、ちょっと発明しようかなと思っているんです。いや、でもね、ちょっと先に言わせてほしいんですけど、成功確率は 50% いや、これ結構マジマジな方で 50% しかない。まあ、そんなね、マリトッツォをね、作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、まあ、まずは今回の材料を紹介したいと思います。ダーン、山崎さんの薄皮粒あんパンでございます。っていうのも、マリトッツォって丸いパンに生クリームだけじゃなくて、私が食べたやつはね、カスタードが入っていたりとか、あとあんこが入ってるやつもあったりとかして、意外となんかこの何層かになってるのがマリトッツォなんです。スーパーでこれ見つけてさ、え、使いそうじゃんと思って買ってきました。懐かしくない？このパン、あー懐かしい。見て、5個も入ってるんだよ、100円で。いやー、もうこのパンは私ね、もう中学生の頃もうすっごい食べてた。陸上部に入ってたんだけど、これ見たらもうその陸上部でめちゃめちゃ夏練頑張った記憶が蘇りますね。これがもう元々あんこが入ってるので、これを切ってで、クリームを入れてトロ要素を後で付け足せば美味しくできるんじゃないかと思って買ってみました。で、これは一回ちょっとここ置いといて、生クリーム、これをね、ちょっと泡立てていきたいと思います。久しぶりにお菓子作るわ。なんか入れます。うおー、生クリームだよ、久しぶり。で、シュガーを入れます。なんかこのね、箱には 15g って書いてたんだけど、もともとあんパンが甘いだろうから 8g、 半分くらいにします。よし、じゃあいきますね。うおー、ねえ、ね、ちょっと待って、私無理すぎて、すごい怖い。うわー、うわ、懐かしい、実家思い出すわ。昔はね、よく私お菓子作り大好きで、よく作ってたんだけど、実家にいた頃はね。わあ、もう結構、ほら見て、わあ、もうちょいかな。こっからがね、あんまやりすぎると、私一回分離させたことあるから。こんなもんじゃない？うおー、砂が立つ。わー、美味しそう。これ、あーんっていきたい退散させて、冷やしておきます。よし、じゃあ次の工程に移ります。次は、このパンをですね、まずは、切れ目を入れてマリトッツォっぽくしていきたいと思います。ね、なんて言ったの今、何語？これに切れ目を入れてマリトッツォっぽくしていきます。あー、ちっちゃいね、思ってたより。こんなサイズ、ちびマリトッツォって感じ。ちょっとカメラ用に目覚まし時計を置くけど、ごめんなさい。よし、じゃあちょっと切っていきます。ちょっと若干斜めに切ってみます。え、中どうなっちゃうんだろう。いきます。わー、あんこぎっしり。山崎さんってこんなあんこぎっしり入ってるんだ。美味しそう。そりゃ美味しいわ。これ逆にちょっと削った方がいいのかな。ちょっと減らした版とそのまま版と2個作ってみよう。このくり抜いたあんこは明日の朝トーストにのせたりとか、おしるこにしても美味しいもんね。よし、いい感じ。はい、今こんな感じでプチあきくんが5個できました。いい感じです。
そしたら次は私の作戦的には、次このアーモンドをこれに刺してトロの耳になるあのアーモンドですね、ちょっと包丁入れて耳生えた耳が生えました。かわいい、まだかわいくはないけどさ、トトロっぽい。わ、今成功確率がだんだん上がっております。こんな感じで全部に耳をつけていきます。え、ちょっと私本当なくなったね、こういうの。はい、こんな感じで耳がたくさん生えました。そしたらまだね、クリーム入れる前にもう一個作業があって、このアーモンドスライスですね、これをちょっと丸くカットして目の白い部分をね作りたいと思います。よし、生クリームの出番です。よし、緊張する、これ、この作業絶対大事やん。いきます。うわ、あーでもマリトッツォっぽい、マリトッツォだ。わー、できた。んー、若干ちょっとやっぱゆるいかも、生クリーム。やっぱちょっと思ってるより固めにするのがいいのかも。あ、これぐらいの方がやりやすいよ、やっぱり。あ、これとかうまいこと言ったかも。お、あ、いい感じ。はい、今こんな感じ。じゃーん。あ、いい感じに、ちょっとマリトッツォっぽくなりました。ちょっとじゃあこれに、あとは目を描いていきたいと思います。できました。ご覧ください、トトロッツォでございます。パンパンに入ったクリーム、顔はすべてチョコペンで、白目はアーモンドで作られています。アーモンドの耳がマッチしております。ニンと笑ったバージョンも作ってみました。すごい可愛くできた、大満足のトトロッツォです。はい、できました。完璧すぎない？すっごい可愛くできたんですが、クリームたっぷりトトロ、かわいい、できたよ。ポン吉、ポン吉に似てるじゃん、かわいいじゃん。まあ、あとはね、あの、美味しいかどうか食べていきたいと思います。マリトッツォ久しぶりだな、大きいやつ。いただきます。めっちゃ美味しい。うわ、あんこ合う、美味しい。このパンの生地感がめちゃくちゃ最高、本物の、あのマリトッツォのやつだ。なんかパンだけ口に残ってもやだなと思ってたんだけど、ちゃんと生クリームと一緒にとろける、幸せ。美味しい。やっぱちょっとあんこ減らして正解だったかも。結構あんこの味がしっかりするから、ちょっと減らして正解だったかも。この背徳感がやばい。
我ながら上出来。やっぱ生クリームもちょっと砂糖減らして正解だった感じがします。軽めでね、すごい美味しい。今回使ったのは植物性の 40% だったかな。それでちょうどいいかもしれない。私さ、きな粉大好きだからさ、これきな粉かけても美味しそう。大成功、やいやーい。かわいいね、ちょっとポン吉。わあ、これめっちゃ美味しいからみんなに真似してほしい。ぜひ、結構簡単にできたので夏休みのね、最後の思い出とかにぜひ作ってみてください。楽しかったやりましたというわけで、今日の動画も美味しそうとか可愛いなと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしい企画があったらぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部読めます。というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねーイエーイ